人を苦しめるもの第5回、またこの前は男女という2人の関係でお話しましたが、また1人に帰りましてですね、やる気満々から悲観主義にということをちょっと取り上げてみたいというふうに思います。生まれたばかりの赤ちゃんはやる気満々なんですね。赤ちゃんで悲観的な赤ちゃんってあまり見たことないんですよね。つまりポジティブ人間なんです。見るもの聞くものみんな興味ありまして、手を出しましてですね、ハイハイしてですね、もう自分の運命はすっかり親に任せましてね、眠たければ寝て、お腹が空いたら泣くんですね。いやもう本当に赤ちゃんのこの純粋な好奇心と言いますかですね、まあ、それは本当にこう偉いというか我々よりかはるかに優れてるという感じがするんですね。まあ、この状態はですね、まあまあ続いて10歳ぐらいまで続くんですね。小学校で言えば4年生ぐらいまで、まあ、そのぐらいまではですね、ほとんどの人はポジティブ人生なんですよ。何でも、もう楽観的ですね。例えば試験を、この頃ですね、まだ小学校の初めっていうと試験を受けるって言ったらですね、悪いことはあんまり考えないんですよね。何点取るんかってそれはあんまり考えないんです。いい点数取ったら喜ぶんですよね。つまりいいことだけを感じて悪いことはもう心配しないんですね。ところが10歳ぐらいを過ぎますと急変してきましてね、まあ、思春期を過ぎるとともに人間はすっかりネガティブになりまして、思春期の真っ只中では俺は何のために生きてんだとかですね、私は何をやってもダメよと、こういうことになって落ち込むわけですね。その俺は何のために生きてるんだと言ったりですね、私は何を言ってもダメと言ってる人はですね、わずか十数年前にはやる気満々の赤ちゃんだったんですよ。同じ人なんですよね。何のために勉強してるんですかね、何のために成長してるのかと、まあ、こういうふうに思うわけですね。これは実はですね、まあ、ちゃんとした理屈がありまして、人間はですね、まず第一に周囲が見えてくるんですね。赤ちゃんの時は周囲が見えませんが、周囲が見えてきますと人間は第一段階の悲観論に陥ります。まあ、自分より優れてる人を見たりですね、まあ、自分よりお金持ちの友達なんかがこう見えてくるわけですね。そうしますとまず第一に自分はダメだなとこうなるわけです。この第一回に取り柄っていうのが全く意味がないっていうことをお話しましたけども、それに似たような現象がまず思春期の第一段階で起こるんですよね。それで友達との関係を非常に気にしだすということが起こるわけです。周囲が見えてきてるわけですね。それから次にですね、未来が見えてくるんです。この未来が見えてくるというのは相当人によって時期が違うように思いますが、まあ高校の終わりぐらいから大学にかけてっていう感じがするんですね。未来が見えてきます。そうしますと人間は第二段階の悲観論になって、未来を暗く見るようになります。不安なんですね。で、周囲が暗くて未来が暗いんですからね、まあ、トンネルの中にいるようになっちゃって、まあ、ネガティブ人間に変わる。これがまあ普通の人間の変わり方ですね。で、人間はそれじゃあなんでポジティブ人間からネガティブ人間に変わるのかというとですね、私の解釈では、まあ、前回男女のことで人間の頭脳は歪んでいると、一部しか見えないんだと言ったんですけど、これも同じでですね、実は人間は周囲と未来が見えてるようで見えてないんですよね。見えてないんです。人間はですね、集団性、実はね、ポイントはどこにあると私が考えているかと言いますと、人間は集団性の動物なんですよ。集団性の動物ってことは前の男女の時も言いましたけど、この集団性というのは自分が一人で生きてるんじゃないんですよね。いやよく学生がですね、もう仲間のなんか学生の悪口言ってもうブリブリ言ってますからね、僕はそんなにみんなが気に入らないんだったら君野原で一人で過ごしたらどうだって、やっぱりちょっと心細いわけですね。で、集団性の動物というのはですね、実はそこで人生を送る一人の人の運命というのがですね、集団全体の運命から離れることができないという、まあ、縛りがあるというか、いい点があるんですよね。実はですね、個人の人生というのはないんですよ、人間には。まあ、そういったらまた学校に来てネガティブになっちゃうかもしれませんですけどね、集団の人生と全く同じなんですよ、ほぼ同じなんですね。自分では自分の人生があるように見えるんですけど、それはそうではないんですね。例えば平均寿命だけちょっと書きますとね、ここに他にも全部あるんですが、ローマ時代の平均寿命は25歳だったんですが、ほとんどの人が40歳までには死んでしまいました。
どうしてそうなるんですかね、同じ人間なのに。今では平均寿命が日本では80歳を超えますからね。今度はほとんどの人が60歳になってもまだピンピンしてるんですよ。同じ人間なんですよね。これなぜかって言いますと、集団が25歳ならだいたい25歳なんですよ。集団が80歳なら80歳なんです。同じ人間なんですね。ほとんど遺伝子一緒なんですね。衛生状態もそんなに変わるわけじゃないんです。私はその例の一つとしてです。明治時代の夏目漱石と森鴎外を出すことが多いんです。彼らはメタボでもなくて生活もきちっとしてるんです。それほどの大病をしたわけでもないんだけど、共に50歳代で亡くなっております。なぜ夏目漱石と森鴎外が50歳代で亡くなったかというと、明治時代に住んでたからと、生きてたからと言うしかないんですね。明治時代45ぐらいですから、平均寿命が。だからそういうことになるんですね。別にメタボになったら早く死ぬとかそういうことじゃないんですよ。それ2人とも感染症でもないんですね。病原菌に攻撃されて死んだわけでもないんですよ。まさに、みんなが50で死ぬときは自分も50で死ぬっていうのはこういうやつなんですね。人間は社会の子、時代の子なんですね。社会というのは周辺ですよ。時代がこうその時ということですけども、周囲と時代の子なんですね。ですから今の日本は世界でトップクラスの命とお金を持っていますね。生命と財産を持っておりますので、街を歩いても野垂れ死にに会うことはないんです。これ不思議ですよね。サボる人って必ずいるわけですよ。だからそれから一番日本で能力のない人っているでしょうね。そういう人から野垂れ死にするはずなんですけど、野垂れ死にしないんですよ。野垂れ死にした人っていない、ほとんどいないんですね。それは何を言ってるかって言いますと、日本人の平均の集団の平均の生命とお金っていうのはですね、やっぱり持ってるわけです。不思議ですよね。本当に不思議ですけど、これが集団なんですね。スミス氏の髪の毛っていう有名なこの集団性を表す話がありまして、あまりに難しくて皆さんあんまり理解しないんですが、スミスさんが床屋に行って髪の毛を切る。そうすると床に落ちた自分の髪の毛を見てですね、それはもうほんの10分前まで自分の体だったわけですね。でそのスミスさんはその髪の毛を見て、どっちが自分だろうかとつぶやく。これがスミスの髪の毛という床屋の話なんですね。つまりその人間の細胞もそうなんです。髪の毛であれ、爪であれ、皮膚であれですね、それを構成する細胞であれ、一つ一つ独立して生きてるんですね。だけども人間、一人の人間という集団の中にいるものはですね、その集団で、40歳なら40歳、80歳なら80歳で命が終わってしまうわけですね。これが動物というか生物の集団性というものなんです。まあこれに加えて人間は幻想を抱きやすいですし、特に日本人の場合は悲観的遺伝子といわれる SS 型を持っているので、周囲との未来に不安を持つわけですが、これはもう全くの幻想に過ぎないわけです。本当にネガティブで辛い思いをしている。まあ、今度のスタップ論事件も多分そうですね。日本人の集団的ネガティブ思考というのが出て、バッシングをしたんでしょうね。あれなんかもうすごくいい論文ですから、いやいいですねって言うときはいいのに、悪い方にこう傾いていくわけですね。私はこれについてよく学生にはですね、君不安だったら街を歩いてきたらって言うんですね。街を歩いてきて、その街の状態がちょうど自分の運命なんですよ。街を歩きますとね、街を楽しそうに歩いてる人、多くはですよ、多くですから、平均ですからね。まあ中には下を向いて歩いてる人もいますが、普通は楽しそうに歩いてます。それから食堂に行きますとね、昼のレストランは女性が話しながら、ピシャピシャ話しながら楽しそうに食べてるし、夜になるとみんなでお酒を飲んでワーワーやっております。一匹の運命はその集団の平均になるとそこで唱えればですね、そこに、一人も野垂れ死にがいないということからですね、それから王様みたいな人もいませんね。だから、ネガティブになるということはありえないんですよ。一人の人が集団から離れることができないんです。ですからどうしても自分の身にはですね、平均寿命であれ、生活の仕方であれ、どういうテレビを見るかから何から何まで
集団の平均値から大きく離れることはない。これが分かりますとね、思春期を超えて大人になってもネガティブになることはないと私は思います。